引き分けでどうなることかと思いましたが、4位のチームが負けるということになり、リーグワンに昇格になりました。スタジアムの中はまだなんか騒いでいます。よくわかりません。先週の月曜日に全部売り切れで入れなかった人たちがこういう風に入口にたむろしています。で、隙間からちょっと動けるんですが、それを目当てに集まっている人たちもこんだけいます。リーガン昇格を記念して先ほどからかなりテンションが上がっております。お客さんはまだほとんど出てきていません。まだ中にずっといるんでしょう。リーグワン昇格のこの調子ならこれよりももっとすごいイベントになったらどうなるんでしょう。トラムも来ています。こんな感じで日本の彫刻を外から見ています。この歩道橋壊れないのが心配です。
ダムの駅になっています。ちょうどこっち側くらくてわからないんですが、庁舎になっていて、この前の通りというのが、まあ、割と大きな通りになっています。で、この通りというのは、このまま抜けますと、タンベリーの方向に、抜ける道路、高速道路につながる道路なんですけれども、ご覧のありさまです。ですので、今日は、ちょっと短いバカンスがあるんですが、これの最終日ということで、帰ろうという人もちらほらいたりするんですが、そういう人たちは海外以外の何者でもない。今日はあと元はしゃいで車を運転してる人もいますし、そういうところです。騒いでいるのか、早く前に行ってくれてクラクション鳴らしてるのかさっぱり分かんないと思います。これは鳴らさない方がいいんじゃないかと思います。道路はこんな状態です。もうこうではないんですが、今日は特別高くなっています。